はい、皆さんこんにちは、グローカルの松田です。今日はですね、海外の大学に出られて紛争研究をされてらっしゃる中塚さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。早速なんですけれども、中塚さんの自己紹介ちょっとお伺いしてもよろしいですか？はい、中塚智之といいます。僕今東京大学の大学院博士課程に所属しています。専門は紛争内戦であったりとか、あとはまあ調停交渉の研究をしています。大学院の修士の時、スウェーデンのウプサラ大学っていうところに2年間留学してまして、そこで紛争についてかなり関心を高めて、で、まあ、今東大でも同じような研究を継続していると、まあ、そういう感じですね。はい、ありがとうございます。ちょっと興味深いお話いっぱいあると思うんで、後ほど小触れさせていただければなと思ってるんですけど、はい、そもそも中塚さんが海外とか国際教育に興味を持ったきっかけって何かあったんですか？一番のきっかけは小学生の時のあった911テロの後のアフガン紛争とか、はいはい、あとはまあその後のイラク戦争とか、それがこういう紛争とか平和とかの問題に関心を持ったきっかけではありましたね。ちなみに 9.11 の時って中塚さん小学生、小学校6年でしたね。実際それ見て、まあ、テレビで、ね、見られてたと思うんですけど、実際どんな感じで見てたんですか？最初何が起きてるかよく分かんない感じでしたけど、はい、ただね、飛行機がこう、はいはいはい、ビルに突っ込んでそのビルが炎上してるっていうのが、うん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 、それがね、何を意味するかってその瞬間分かんないですけど、まあ、その後戦争になるっていうところで、はい、あ、これは大事だっていうイメージですよね。なんか全然教科書の中でしか知らなかった戦争っていうものが、僕らのおじいちゃんおばあちゃんとかの世代の話がなんかちょっと自分の実体験として想像できてしまうっていうところで、まあ結構ショッキングっていう感じでしたね。なるほど、まあ、その出来事っていうところがピンと合ってるだけじゃなくて、その後に何が起きたかっていうところに中塚さんがすごく興味を持ったって感じなんですね。そうですね。なるほど。それでその大学で学びたいって思ってたのは、小学生の時に感じた国際平和とか戦争とか、うんうん、そういったどういったところを学びたいっていう風に考えられちゃった感じですかね？そうですね、国際政治全般とかっていう、うん、まあそれぐらいのイメージで高2高3ぐらいですかね、うんうん、時にはもう、あ、国際政治で大学を勉強したいなっていう。あ、そうなんだ。なるほど。でその後大学はどちらに行かれてらっしゃるんですか？大学はですね、新潟県立大学っていう、もともと女子短期大学っていうのがあったので大学自体としてはあったんですけど、はい、まあ、それが4年生になってかつ共学になってっていう意味での新しい一期生としての、うん、まあ、大学。そうなんですね、はい、そこって国際協力に関係するような学部があったってことですか？あ、そう、あります、あります。あ、はい、そうなんですね、はい、具体的にそこでどういったことを学ばれるんですか？国際地域学部って言って、まあ、ちょっとこう新潟の勉強とかもしますし、はい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 、やっぱ新潟なんで韓国とか中国ロシアそういった言語も学べるコースもありますし、あ、 そうなんだ。まあ、そういう環太平洋っていうんですか、まあ、そういう意味でのちょっとローカルな、国際だけど、まあ、ローカルなその地域の研究もできるし、うん、当然こう国際政治アメリカとか、うん、EU とかそういうのを教えてる先生もいたので、新潟から周辺国から本当グローバルにいろいろ勉強できる学部があります。実際中塚さんそこでどういったことを学ばれたんですか？僕はそのグローバルの方に興味あったので、うんうん、まあ、国際政治の先生のゼミに入って、卒論は平和構築系で入ったんですけど、はい、ボスニアとか行ったりとかもありましたし。ボスニア行くんですね。 ありましたね、たまたまですけど、そういう先生がいたんだって。あ、そうなんだ、はい、ちなみに海外に行かれたその大学生の時ってどれぐらい行かれてたの、はい、どこの国とか行かれてたんですか？フィールドワークで行ったやつは、うん、ボスニア1週間ぐらい行ったのが、はい、まあ、その授業のやつですけど、はいはい、それ以外の海外旅行はフィールドワーク1週間行って僕だけ1人飛行機1ヶ月ぐらい後ろにしてあのなんかバックパッカーで20カ国ぐらい回ったんですけど、はい、結構自由だったんで。へえ、はい、なるほど。ボスニア1週間ぐらい行かれて、まあ、いわゆるフィールドワークみたいな形で行くんですよ。そうですね、はい、そこで何されたんですか？まあ、厳密には3つぐらいのゼミの合同フィールドワークで、国際援助系のゼミの子たちがメインで、はいはいはい、まあ、僕は国際政治系のフィールドワークだったんで、まあ、完全にただの修学旅行ですね美味しいもの食べてで、あとまあちょっとこうスレブレニッツァっていうところで、まあ、虐殺があったんですけど、まあ、その記念年日だったりっていうところに行くのにただついていくだけっていう、はいはい、僕はあの完全に楽しい修学旅行ボスニア行かれてみて自分の中で変わった部分とかありました？実際にそういう内戦があった場所で、うんうん、弾丸の跡とかも残ったりするんですよ ね。まだちょっとそういう爪痕があえて残してるっていうのもありますけど、うん、そのミュージアムじゃないですけど、はいはいはい、実際に見るのとやっぱ大学の授業でスライドで見たり先生の話聞くっていうのはもう本当別物なので、はい、まあ、それこそだから1週間じゃちょっとつまんないんで、うんうん、
で、まあ、他のところもいろいろ観光もありますけど、はい、ポーランドのアウシュビッツとか、はいはい、あそういうところも行って、まあ、五感で感じるっていうんですかね、はい、それは勉強関係なくいい経験ではありましたけど。そうですよね。教科書で勉強してたりだとか講義で勉強してる内容よりも、うん、自分が行ってそこでどういうことが起きたのかを感じた方が、うん、自分のためにはなりますよね。そうですね、うん、ちょっともう少し深掘りしてみたいなと思ってるんですけど、フィードワーク終わった後、うんはい、1ヶ月ぐらい20カ国回られるって話だったじゃないですか、どこを回られたんですか。ですね、まあ、ヨーロッパのその大陸は40ぐらいしかないんで、はい、まあ、大体回ったんですけど、ユーレールグローバルパスっていう、まあ、日本でジャパレールウェイパスみたいなやつで、外国人だけが1ヶ月で電車乗り放題、新幹線乗り放題みたいなやつで、僕電車大好きなんで、どこに行くかっていうのはどのルートで行こうかなみたいな、はい、あそうなんだそっちなんだ。もうひたすら2日に1回ぐらい夜行列車乗って、はい、まあ、例えばミュンヘンに3時間滞在してビール3杯飲んで、はい、もう次チェコみたいな、はい、プラ入って、お酒飲むだけになっちゃってビール3杯飲んで、はい、次夜行列車、それでひたすら一筆掛けじゃないですけど、はい、スペイン、イタリア、うん、で上はスウェーデンとか、うん、ノルウェーとかも行きましたし。そうなんだ、うん、ちなみに20カ国回られたじゃないですか、自分の中で一番印象的だったところとか面白かったことってありますか。国際協力関係ないですけど、まあ、お酒も好きですし山も好きなんですよね、あのスキーとか登山とかするんで、はいはい、もうスイスが最高で、登山鉄道もすごい発展してる、はい、とこなんで。あそうなんですね。ロープウェイでそれこそ富士山より上ぐらいまで行けたりするんで、はい、完全にもう好きなものが全部揃ってスイス最高みたいな。なるほど。ビールも美味しくて景色も良くて山もあるしみたいな、電車もあってっていうそうなんだ、ありがとうございます。逆になんか怖かったこととか、この20カ国で慎重かなって思っちゃうことってありますか。東南アジアとかはね、あの怖い思いしましたけど、ヨーロッパはまあ、そっか、ヨーロッパだけじゃなくて東南アジアとかにも行かれた、はい、行きましたね。東南アジアはどこ行かれたんですか。東南アジアはマレーシアに入って、うん、そこからラオスに飛んで、マレー鉄道に乗りたかったんです。ラオス行ってからベトナムからホーチミンまで30時間電車降りて、でカンボジア、はい、まあ、そこはもうバスですけど、はい、カンボジア、タイ行って、タイからシンガポールまで電車つながってるんで、そこはもう電車で、はい、2泊3日ぐらいでいやすごいな、タイ、マレーシア、シンガポール実際そこで何があったんですか。ラオスからベトナムはバスで移動したんですけど、はい、国境で1回まあ降ろされるんですよね、はい、出国スタンプをしてもらって、はい、でまあ、ベトナムの国境まで10分15分ぐらいは外国人だけ歩かされて、現地の人はずっとバスで移動してるのよくわかんないんですけどでベトナムの国境着いてスタンプ押してもらって、ワンダラとか言われて、それ渡さないとパスポート返してくれないんですけどワイルですよね、はいはい、でそれでもらって、でバス戻ったら2人男がいなくて、なんか引っかかったらしいんですよね。そうなんですね、まあ、うちら一緒にいたんで外国人系を、はい、ちょっと2人いないんだけどってそうですよね。でなんか運転手がいやいいみたいな、奴らここに残るみたいな、何これやば怖っ。なんか確かに犬かなんかいたかなと思って、はい、だから薬かなんかわかんないですけど、多分荷物検査された記憶もないんですけど、怖すぎなんですけど。だって周り見えないですよね、霧とかで。そうなんです、そうなんです、はい、そんなとこで降ろされて、いやもう無理ですよね。その後どうやってどうやってあいつら大丈夫かみたいな、自分じゃないですけど、まあ、確かに人いなくなってあいつらはいいんだみたいな感じ言われたら逆に怖いですよね。いや東南アジアだとちょっと怖いですね。なるほど、ありがとうございます。まあ、そういう経験を得て中塚さんはどういう風に進路を考えられたんですか。大学の時は高校の時からもう大学院まで行きたいと思ってたんですよね。あそうなんですね。僕多分日本の企業で適応できないって高校ぐらいで思って、はい、まあ、あんま学校生活が好きじゃなくて、その中高の集団的なああいう環境が好きじゃなくて、もう日本企業ももしこんな感じだとしたら、うん、僕は嫌だと思って、で大学行ったらやっぱ案の定自由じゃないですか、うん、まあ、授業も好きに取れるし、はい、授業出ても出なくてもいいし、全部自己責任というか、はい、その環境がやっぱ本当想像通り良すぎて、うん、はい、なんなら30過ぎてもまた学生やってるっていうもう楽しくてしょ、仕事したくないみたいなそっか、じゃあもう大学院まで行くっていうのは自分の中ではやっぱ決めてたて、ね、決めてますね。あとはじゃあどの分野に行くかとか、どこの大学院に行くかっていう選択が入っていくっていう感じですね。あ、そうそうですね、はい、分野っていうところに関しては大学の時にもう決められました。それやっぱすごい悩んで、うん、大学院はできたら留学したいって思ってたので、ね、何を学ぶかっていうところで大学4年間でも結構悩んで、まあ、その中で調停とか交渉、うん、まあ、これが面白そうだなっていう、まあ、その勉強してる中で気づいて、はい、で、まあ、そういうの専門に教えてるところってなった時にスウェーデンのウプサラ大学っていうのを調べたら出てきて、うん、あ、ここ行きたいと思って
て。そうなんだ。じゃあもう海外の大学院に行こうと思ってそれに対してまあ勉強していくって感じなんですよね。わかりました、ありがとうございます。じゃあ今までは国際教育に興味を持ったきっかけから、まあ、大学院の選択っていうところまでちょっとお話いただいたんですけど、次の動画は大学院進学して、まあ、海外の大学院行かれたと思うんですけど、そこから何されてるのかっていうところをお話いただこうかなと思ってます。ありがとうございました。ありがとうございました。